はい、こんにちは、藤島です。やっと落ち着いてまいりましたね。今大阪なんですけど、この4月もうね、一月ずっと、とにかく選挙ばかり、まあ3月から準備に入ってますから、とにかく休む間がなくてね、昨日はちょっと体調を崩してしまって、なんとか、今日持ち直してますけど、ちょっとしんどい、お疲れ気味の藤島でございます。どうもこんにちは。はい、でまあ選挙の関係はね、これで一段落ついて、まあ、来年の夏、来年の7月は参議院選挙があるんですけど、もうそんなこともこんなことも全部一切、選挙のことは一旦全部ほっといて、マチカフェ TV を AD 企業にする、マチカフェ TV をインターネットのテレビ局としてしっかり運営していくということが今私に求められているわけなんですね。で仕事として、これまではそのとにかくインターネットテレビ局という新しい形態のものをですね、いかに世間に広げていくか、そういう存在があるんだということを、そういうものがあるんだという存在感を示すためにですね、いろいろあれこれやってきたわけなんですけど、まあ並行して、市民のために、市民による市民のための選挙、市民の市民による市民のための政治、そういったものが必要だ、まあ、政治は選挙で当選した人が作り出していくということで、まあ、我々の手作りのですね、選挙でもって、なんとか私自身が議席を得て、政治の世界に市民の皆さんのですね、意見、情熱、真心、そういったものを直接届けていく、そういうことができればいいんだということでやってまいりましたが、残念ながら私自身はですね、国政選挙も、そして、地元の高知県の県会議員選挙も敗れ去ったということで、まあそれは非常に結果が残せなくて残念で、皆様にも応援していただいて、私の力不足で申し訳ないという気持ちでいっぱいですが、正直こうへこんでますけどもね、いやいやこんなはずではなかったと、もっといい成績が取れて、そして、地元の県会議員選挙だけはね、当選をするということで、かかり込んでいったわけなんですけども、まあ私の選挙の結果は惨敗と、でそれぞれまあお手伝いをした人たちもなかなか急ごしらえの陣営で、惨敗を繰り返して、まあ、これはちょっと無理があるなということでしたね。はい、で今日立花隆さんからも電話ありましたけど、彼のねやり方ちょっとこう非常に珍しいやり方なんで、まあ、結局その NHK の主張、 NHK、に視聴料、 NHK はあれは視聴料か、問題で、不払いをして、その裁判にも対応していくということで、まあ、彼のそのやり方は非常に、その彼の NHK に対する対抗策、これに共鳴する人たちの多い、いわゆる都市部、船橋市で立候補して、市議会議員に当選をしたということで、まあ非常に斬新な手法ですよね。まさにこうベッドタウンというのかな、新しい世代がこう集まっている住宅地が多いところですから、まあ要するにお父さんとかおばあさん、先祖がそこにずっと居ついていたっていう人たちが少ない、自分たちが、まあ、根っこがつながっていないって言ったらあれだけどもな、
新しい感覚で町が形成されている、まあ、そこで受け入れられるだろうということで、まあ、船橋市で立花隆さんは当選をしたということでね、はい、まあ私のやってきたことの一つは 私自身が当選も目指していましたけど、まあ、市民がそういう既存の政治のスタイルではなくて、新しい市民の市民による市民のための選挙のスタイルで、市民の市民による市民のための政治を作っていくという、まあ、街頭演説をしたり、こうやって、動画で放送したり、いろんな意見をね配信していく、インターネットを通じて、意見を出していくということが、まあ、必要で、それをし続けることが選挙につながっていくんだよということを私言い続けてきて、まあ、立花隆さんあたりはそれを現実のものにしたわけですよね、はい、で山本太郎さんのグループでも結構当選者が出ているようですし、まあ、しっかり準備をして、やっている人は当選をしていくんでしょうね。小沢さんの秘書で馬場さんっていう方もね、この吹田市の方かな、千里丘の方ですかね、当選なさいましたよね、看板もこの間ちょっと見かけましたけど、大阪の方でもやっぱりこうなんていうのかな、一般の方々にも受け入れられる活動をした上で、このインターネットの発信力もですね生かしている方は、当選をしていくんだろうということですよね。で、まあ、私はどうしても地元にね、地元にじっくりついて、票を一つ一つ積み重ねていくっていうことができなかったんで、まあ、私の敗戦の理由はまあ見えてますよね。もう地元にいる時間が圧倒的に足りないと、それではなかなか人と人とのつながりが広がっていきませんよということですよね。まあ思い起こせば去年の夏からこうずっと3ヶ月ぐらい室戸市長選挙にねずっと入り浸っていた。それがどうかなとね、まあ、あれが失敗だったなという人もいますけど、まあ、確かにそうなんでしょうけど、もうそれはね流れで、もう沢山康太郎さんというあのおじさんも、まあいわば偏骨のね、頑固じじいですけど、まあやってね東洋町のこの放射性核廃棄物、高レベル放射性核廃棄物の何て言うんですか、反対運動に、祭り上げられたっていうか、あの厳しい本当に生きるか死ぬかの選挙で、ちゃんとね当選をした、まあ、一度は当選をしたその方が出るっていうんですから、まあ、応援せざるを得ないですよね、脱原発活動家として。はい、もういろんな思いはありますけども、まあ、ただただ皆さんのその気持ちを、私にご支援いただいた、その気持ちをですね、きちっと当選という、結果に残すことができなくて、まあ、申し訳ないと、本当に、へこんでますけどね、ベコベコにへこんでますけど、まあこれも大きな経験としてね、これから前に進んでいきたいと思います。で、私ね、今日ブログに書きましたけど、竹林の聖壇というのをマチカフェ TV の大きなこう目玉事業でやりたいんですよね。マチカフェ TV、インターネットのテレビ局として、インタビューシリーズ、対談シリーズ、いろんな企画をしていきたいんですけど、お料理番組も、ついのみもやるということで、ただその、この流れをね、やはりスポンサーをどう作っていくかと、結局スポンサーがなければできませんので、
まあこれから営利企業として、どう対処していくか、既存のテレビ局新聞社はね、原子力政策原子力マネーで、潤って自分たちがまっとうに報道できないというジレンマに陥ってますから、そこをねマチコフェ TV はそのいわゆる脱原発そして、真実を追求するということを応援してくれる企業、まあ安倍政権の批判であろうが何であろうが平気で、そんなことはどんどんやれと、とにかく国民に正しいことを伝えていく、そういうマチカフェ TV インターネットテレビ局ならどんどん応援するよという企業をですねとにかく集めてスポンサーにしてみたいと、まあ、これが基本ですよね、はい、でしっかりと利益を出して、そしてこれまで の, あのご支援いただいた方々にね、恩返しができる企業に育てていかなければならないというふうに、思っております、はい、で竹林の精断要するにそのこう竹林竹林というそのすがすがしい、背景、の中でね、まあ社会正義のためにきちんと意見も出せる人たちが対談をしていく、それをまあ収録していくということなんですけど、ちょっと人選も含めて大阪で活動しています。スポンサーも見つけていきたいなというふうに思います、はい、じゃあ今ねランチを食べてようやくこうあの腹が落ち着いてきたと、もう体調悪くてね昨日一昨日か一昨日ね食べるのがもうめんどくさくてずっとすきっぱなでやって、そこにそうそうあのローソンのカレーだよね、ローソンのカレーを食べたんだった、そうそうあれであれ調子良かったんだけどな、なんかそれから西岡さんと飲みに行ってその後知り合いの人と一緒になって飲んで最後連れられるままにラーメン食べてね、あれがいけなかったのかな、完全に胃にもたれちゃってね、昨日はもう一日苦しいんだけど今日もね調子悪かったけどもちょっと落ち着いてきましたね、はい、だいぶ体重も減って、でももうこの際このままカロリー取らずにね、スリムな藤島で行きたいと思いますけど、はい、じゃあ、夕方また放送しますね、はい、よろしくお願いします。サイゼリア、ランチね500円ランチなんですけど、あのちょうど体調悪いから小ライスにしたら、470円、それであの粘ってますけどね、